中村一郎先生にロシアウクライナ情勢について解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします,しします <laughs> さて、はいえー、今日発表のノーベル平和賞にロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏そしてウク,ウクライナのゼレンスキー大統領の名前も挙がります今日はあの番組の後半でもお伝えしますが、えー、中村先生によりますとプーチン大統領が核のボタンを押す日は近づいているのかと非常に恐ろしい話ですね <laughs> 川田さんね これ押す日ではなくて正確に言えば、押す時間時間ですからこの番組生放送だからその間にも、もしかしたらということもそこまで緊張が高まっているということですそんな遠い話じゃないそういう可能性もあるということですね。我々われわれの領土はあらゆる手段で守るこれは単なる脅しではないというふうにものすごい様相でプーチン大統領が話していました。さて、えー こちらなんですけどもロシアの核使用について欧米メディアが物騒な報道ということですえどういう内容なのか核魚雷搭載可能なロシアの原子力潜水艦が北極海に移動そしてロシアがウクライナ国境周辺で核実験を計画しているこういった報道が先生実際あるわけなんですね。そうで,すねで実はは怖いのはこのこ核魚雷 ということなんですけどもこの,あのを搭載した、まあ、潜水艦が動いてるということで、はい、実はこれあのポセイドンという魚雷なんですけども、はい、もしこれを発射した場合どうなるかっていうことがもう、うん、今欧米で非常に、まあ、物騒な話として出てるんですけどもどうなるかっていうと津波が起こすんですよ津津波津波で最大5 0 0ルという,メートう高さの先生5 0 0ルの津波そう だから非常に怖いこことが起こってるし,しかもこのロシアがウクライナ国境周辺でということこれまあタイムズ紙が打ってるんですけども、ええ、考えられてるのは国会でやるんじゃないかって。うん ですから現在、その北極海ということは北側ですが、ぐるっと回って、国会でもやるんじゃない、はあ、で核実験というように出てますけども、果たして実験なのか、実践なのかっていう、うん、そこは非常にわからないということで、うん、まあ非常に緊張が高まっているのは、事実です、うんうん、もしそんなことになったら、三沢さん、もとんでもないその影響が与えられることになります、ね、ま北極海に移動しているということですけども、うん、じゃあ、ぐるっと回って、国会の方まで地中海に入って回って,っ、ね、回ってくる可能性があるということですか その原子力潜水艦が何台というの何機もあるわけですねですから北極海の方にもいるかもしれない国会の方もいるかもしれない、うん、ただ非常に私たちが怖いのはこの潜水艦ですけれども迎撃できないんですよ、うん、え、あそうなんですかはい。ですから防ぎようがないというなるほど という非常に緊張感エネルギー切れがなくて原子力で推進するからずっと動いてるわけでしょ、うん、でしかも爆発したら5 0 0ルの高さの津波で放射能を含むということはそ,<う>その一帯がもう崩壊しちゃうっていうこといこですから今本当にアメリカも非常に怖がっているのはこの今、ロシアとウクライナと戦ってますけどもこの北極海から大西洋に抜けていって。 この大西洋で発射した時にアメリカに非常に5 0 0メートル最大津波が行くことも警戒されてるんですよ。そうするともううアメリカが水没してしてまうんじゃないかっていうこの最悪のシナリオっていうことももうすでに欧米のメディア特にイタリアですけども積極的にその危険性を流してるんですね。 さあそして先生の見解なんですけどもプーチン大統領にとってこの核兵器の使用は規定路線なんだということです、ね。と、はい、いうことで実は今朝入ってきたニュースですけどもあのウクライナの大統領のゼレンスキーさんが NATO に対してこう言ったんですよ。もう今まさにロシアが核を撃とうとしているとそれに対して NATO に対して先制攻撃してくれと<ー>いうことを言い出しているんですね。で実はあのじゃあ モスクワの人たちはどう思ってるかということで、うん、一昨日ですけども私の学生が今モスクワでジャーナリストやってるんですね。うん で私のところに電話をしてきてでモスクワにいる日本人の人たちも実はロシアが撃った時に NATO からの反撃があるかもしれない、うん、その時にモスクワが狙われるかもしれないということで,で私の,あの,じゃあの教え子は毎日国外脱出すぐできるように飛行機のチケットを毎日毎日予約を繰り返していると。はい いう状況で非常に、まあ、日本人のモスクワにいる日本人の人たちの中にも動揺が広がっているという,ふうに私に私訴えてましたロシアの核の使用というのは、まあ、いわゆるその駆け引きなんじゃないかというそんなご意見もあるんですけども先生によりますとプーチン大統領が進める核使用への地ならしなんじゃないかということですね核容認世論のまずは情勢核使用を求める発言のチェチェン共和国カディロフ首相を軍のナンバー3に登用すると。 カディロフさん、今回の、まあ、あロシア軍の軍事侵攻というのは失敗だったともう明言してるんですね、うん、だからもうロシア兵が動かないと、はい、だからウクライナに対しては戦術核を使うべきだということを盛んに言ってるんですね。うんうん、でその人の、まあ、地位が上がったということで実はもうロシアの世論自体の中でもう核使用というのは、ね、もうそういった その世論作りの方向にこういう人たちの発言が繰り返されてもちろんカディロフさんだけじゃなくてプーチン大統領のまあ周りを囲っている有力な政治家たちもどんどんそういう発言をしてきてるわけなんですねいきなり使用するんじゃなくてその地ならしを今している段階ではないかという先生のご意見ですそして先ほどもあの話ありましたザポリージャー原発これはウクライナにあるわけなんですけれどもここをめぐる攻防が激化しているとロシアが一方的に管理下に置くそしてウクライナが奪還を 試みればロシア本国への攻撃と同一視しそして原発に対する核兵器使用原発に対する核兵器ってもうどんなことになってしまうんだろう,とうこれがもう本当に今朝、私が見たニュースによるとウクライナはと原発を取られているわけですね。うん、それに対して今朝の情報によればウクライナ軍は450名の最強の兵士たちを奪還するために派遣するようにしたと。 い,いう報道が出てんですね、うんうん、それに対してプーチン政権プーチンさんはこの原発を国有化したと言ってるんですね。はい ですからそこに対するウクライナの奪還というのは単に国家主権ロシアの国家主権とか同行の話ではなくて国有化したところですからロシア国家そのものをウクライナが狙ってきたと攻撃してきたというふうにロシアは捉えるそれに対して戦術核でもってこの原発を開始として撃つかもしれないロシアですけども国内では今どうなっているのか。ロシア軍の現場では クーーデターの予兆があるえまずはこれどういうことでしょう先生消えた150万着の軍服が消えた軍の倉庫から消えたという話が出てきてるんです、ねはい。ですからこれは私の想像ですけども一人二人の兵士でこの150万着をどこかに隠すっていうことはまず考えられないんですね。うんそうですね そうするとやっぱり今ロシアの軍の中でもう反戦の組織グループが今できつつあるんですねですから今このさすがに今のプーチン政権のやってることはまずいっていうことで例えばあの軍人たちが今回の戦争はでロシアは勝てないというメッセージをどん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 今出している状況なんですね。 かもう反対する人たちも一部、いいるととうことですね,とですねでプーチン大統領は動員令をかけたんですけども、はい、それに対する、まあ、あの志願兵が集まったとしてもこういった軍服を隠すことによって実は動けないようにして派遣できないようにするんだという軍の中の動きがあるんじゃないかということなんですね。 相次ぐ司令官の解任というのはこういったことも行われているということなんですねはい、国防次官がまさに解任されたばかりなんですけども、はい、ウクライナに物資兵器を供給しているその国防次官が解任されたということで、うん、やはり国防次官のその人もやはりこの今の軍事作戦はかなり無理をしているということですね、うん、そして今後のロシアなんですけども先生によりますと独自予測プーチン大統領が突如姿を消す どういうことでしょうか？1。自ら後継者を占め、院政を敷くということで、お二人の名前が挙がってます。先生、そうですね。まあ、プーチン大統領はまあ、今の自分のまあ、あの体制をまあ、あの後継者に譲るとすればですね。まあ、まさにプーチンを御王朝を継ぐということで、まあ、娘さんの？ あのカテリーナさんを女帝にして、うん、そして今回の軍事作戦のバトルシェフ安全保障会議職の,ああの初期の息子さん、うん、この2人でこの動かしていくっていうことを、まあ、プーチン大統領は考えて、うんうん、そしてまあ姿を消すっていう人<ー>これがプーチン政権が今描いているまあ次の後継者の 姿なんですけど果たしてこういうふうにうまくいくかどうか全くまだ予断を許さないという状況なんですねプ,プーチン大統領の傀儡政権のようなものを作ろうとしている 2>,、はい、え2つ目、カディロフ首長にその座を奪われる、うん、ナンバースリーに据えたという話先ほどあり実はこのカディロフさんというのは今、ロシアの中で最も力を持っている。 なぜかっていうとやはり彼は親衛隊2万人の親衛隊を持ってるんですねで苛立ってんですね、はい、つまり今回の軍事作戦にうまくいってないそしてこれだとロシアが駄目になってしまうということでもしかしたらこのカディーロフさんが苛立ったカディーロフさんがこのモスクワに自分の親衛隊と一緒に 入ってっててプーチン政権を引きずり下ろして自分がその政権の座に着くと大統領代行になるんじゃないかというシナリオが今ロシアの中でも公然と言われてるんですね。で,ですからこれもう10年前から言われてるんですけどもこのロシアに。 イスラム経験が政権が誕生するんじゃないかということが言われていた、えーで、私はもう少しこう具体的なイメージがなかったんですけども、このカディロフさんの動きを見ていると、うん、そういう流れ、シナリオ、ストーリーが見えてきたなっていうことですね、えー、チェチェンってそのロシア連邦などの一共和国でかなり小さいじゃないですか。うんうん そこまで力を持っているようには思えないんですけどもあの、ね、イスラム教徒って人口の15%いるんですよ、はい、そして結束力が非常に強い、うん、そしてバックにイランがいるさっき最近はサウジアラムがいるということで,で非常に外交的にもこのカディロフさんの力っていうのは非常に強くなってきてきいるじゃチェチェンだけじゃなくてチェチェンを取り巻くいろんな、ま、国が動く可能性が、はい あるとということなんでですすねねロシア政教ですからそこでそれとこういう宗教的な対立にもなりかねないですねロシアでプーチン大統領がロシア正教からとか、うんはい、ロシアロシアといえば言うほどこういったイスラム教徒たちが反発を強めてきてるその反発の力でもってカディーロフさんは政権を奪い取るという流れというのも考えられているわけなんですウクライナをめぐってロシア国内でも非常に緊張感が高 まっているという中村先生の独自解説でございました先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました